トーマス・バッハは、ドイツの弁護士、フェンシング選手。国際オリンピック委員会会長。1976年モントリオールオリンピックに、西ドイツ代表として出場した。ドイツオリンピックスポーツ、連盟執行委員会委員などを歴任した。1953年から1977年まで、過ごした、タウバー・ビショフスハイム市内、ゾンネンプラッツ広場の住居に掲げられた。 説明版西ドイツのバイエルン州ビュルツブルグ出身。ビュルツブルグに近いバーデンビュルテンベルク州のタウバービショーフスハイムで育ち、両親の下、同市のゾンネンプラッツで1977年まで暮らした。この町のフェンシングクラブでスポーツを始めた。同クラブはアマチュアトレーナーのエミールベックによって1950年代中頃に設立され、70年代に 世界のリーダーへと成長。これまでにオリンピックで38個、世界選手権、欧州選手権で298個のメダルを獲得している。早くに父を亡くしたトーマス少年はこのクラブで心身を鍛えた。1972年、同地のマテアス・グリューネーバルト・ギムナジウムを卒業し、1973年から1979年まで、ビュルツブルグ大学法学部で、 法律、政治学を学んだ。1979年、第一次国家試験を通過して卒業した。主に、ドイツ連邦議会での司法研修期間を終えて1982年、第二次国家試験に合格し、1983年、博士論文、連邦憲法裁判所の裁判における予測の影響で、博士号を取得した。続いて、タウバー・ビッショフスハイムに、 自身の弁護士事務所を開設した。1985年、アディダス執行役会会長のホルスト・ダスラーに誘われ、同社の国際関係部局の責任者。1988年から1990年まで、連邦経済大臣の中産総顧問団の調整役を務めた。1995年からフィリップ・ホルツマン、株式会社の顧問。1998年、 タウバー・ビショーフスハイムのミハイル・バイ・ニッヒ株式会社の監査役会会長に就任。2000年から2008年まで、シーメンスの顧問。2000年から2009年まで、シーメンス・スイスの取締役会構成員。産業コンサルタントのビルヘルム・シェルスキーより、政府人脈を買われて、シーメンスの執行役会に推薦された。2005年から2009年まで、 マンフェロスタール有限会社の顧問。2008年から2013年までメリウス有限会社の諮問委員会委員長となり、投資会社、クーエイティジャーマン、ホールディングカンパニーの子会社として、ドイツ国内の活動を担った。2009年から2013年まで、ニュルンベルク保険株式会社オーストリアの監査役会、構成員、バルテック有限会社の諮問委員会委員。 2006年5月、ゴルファーアラブドイツ商工会議所の会長に就任。IOC 会長の就任後に辞任した。母語のドイツ語のほか、スペイン語、フランス語、英語に堪能。1970年代、タウバービショフスハイムのフェンシングクラブに所属し、フルーレの選手として活動した。1971年、世界ジュニア選手権で銅メダルを獲得。 1973年、フェンシング世界選手権にフルーレ団体で出場し、準優勝。1976年、モントリオールオリンピックのフェンシングフルーレ団体で、西ドイツチームの一員として、金メダルを獲得し、同時に世界選手権優勝となった。1977年、世界選手権のフルーレ団体で優勝。1978年、 ドイツ選手権のフルーレ個人で優勝。同年、フルーレ団体のヨーロッパチャンピオンズカップで優勝。1979年、メルボルンの世界選手権にフルーレ団体で出場し、銅メダルを獲得した。2021年7月14日、総理大臣官邸にて、内閣総理大臣、菅義偉と早くからスポーツ関連の職を手掛けており、 1975年から1979年まで、西ドイツフェンシング連盟のスポークスマンを務めた。1981年、IOC に新設されたアスリート委員会の委員。1982年、西ドイツオリンピック委員会の委員に就任。1991年に IOC 委員となり、ドイツオリンピック委員会の職を辞任した。1995年、 スポーツ仲裁裁判所の構想部の代表者に任命された。1996年に IOC の理事に就任。2002年冬季オリンピック開催地の決定と2004年夏季オリンピック開催地の決定に際しては評価委員会の委員長を務めていた。2000年から2004年と2006年から2013年は副会長を務めた。すなわち、まず、 2000年のシドニーオリンピックに際して開かれた第111次 IOC 総会で IOC 副会長に選出され、リン制ン性により2004年8月、この職を離れたが、続いて2006年、トリノ冬季オリンピックに際しての IOC 総会で副会長に再選され、当時のジャックロゲ会長の有力な公認候補となった。2006年5月、ドイツスポーツ連盟と、 ドイツオリンピック委員会の合併により新設されたドイツオリンピックスポーツ連盟から名誉会長に任命されたが IOC 会長就任後の2013年9月16日辞任した複数の IOC 委員会で委員長を務めたほか2006年地元ドイツで開催されたサッカーワールドカップでは組織委員会の監査役会の構成員2011年 女子サッカーのワールドカップでは、組織委員会の関西委員会の委員を務めた。2013年9月10日に、アルゼンチンのブエノスアイレスで行われた第125次 IOC 総会で、ジャック・ロゲの公認として、第9代 IOC 会長に選出された。その際に、クウェートの政治家で、スポーツ団体役員のアフマド・アルファ・ハド・アルサバが有力支援者となっていたことから、 会長選挙の直前になって IOC 倫理委員会の調査が入った。2016年10月20日に筑波大学で講演した折に筑波大学の名誉博士号が授与された。ドイツ自由民主党の党員。バーデンビュルテンベルク州議会の FDP、民主人民党会派の推薦により第14回連邦会議の議員を務めた。自身が推進してきた。 オリンピックアジェンダ2020は世界中から寄せられた4万件以上のオリンピックに対する意見を40項目に集約したもの。2014年12月の IOC 臨時総会でこの40の改革案すべてが満場一致で採択された。このアジェンダに基づき追加種目制度、男女混合種目の増加、女子種目の増加、複数都市共済大会開催決定と実績を 上げている。アジェンダには、脱コンパクト五輪である、主催都市ではない他の都市への分散開催を、開催国家の中で可能とするアジェンダが含まれていた。このアジェンダが守れない場合、開催都市として、立候補は行えない。2014年2月7日、ソチオリンピックにて、ロシア大統領、ウラジーミル・プーチンとトーマス・バッハは、2000年代に、 入ってからシーメンス社とコンサルティング契約を結んでいたことが2008年4月に明らかになり批判を浴びた。この契約では2008年に40万ユーロの報酬が支払われ、一日あたり5000ユーロの追加費用が支給されていた。バッハはシーメンスグループのためにアラブ諸国からの招待状を手配したと言われている。シーメンス社の監査役会メンバーは このような高額な料金で日当を追加で支払うのは全く普通ではないと批判した。また、シーメンスがスポーツ関連の契約で利益を得ていたことから利益相反の可能性や職業上の活動とスポーツ当局者としての活動が重なっているとの批判もあった。2008年6月14日、国際オリンピック委員会の副会長としての職務において 委員会が特に制限された情報政策を行っていたとして、ジャーナリスト協会、ネッツベルクレシェルシェから不名誉が閉じた書記賞を授与された。賞の受賞理由書によると、委員会は長年にわたり、大会の裁定における汚職や利益相反を容認しており、情報政策でフェアプレートは正反対の運営を行っていたという。ドイツ民主共和国のスポーツ担当官、 カール・ハイン・ツウェアが担当した非公式協力者のシュタージ記録によるとバッハは1986年に国際ボクシング協会の会長であるアンワル・チョードリーの選挙を操作するための話し合いに参加していたバッハはゴルファ・アラブドイツ商工会議所の会長としての行動が批判されたゴーファはアラブ諸国への輸出を希望する企業の貿易書類を認証しているこれは 製品にイスラエル製の部品が含まれていないことを証明するものである。これは1970年代にアラブ連盟のイスラエルボイコットの一環として導入された。2016年、バッハはロシアの国ぐるみのドーピング事件の一環として大きな批判を受けた。バッハは個人的に親しくしているロシア大統領ウラジミール・プーチンの進パであり、 そのため個人的な理由から、ロシアの情報機関や当局が隠蔽し、ロシア反ドーピング機関が運営するロシアのトップアスリートの大量の国家ドーピングに対して、IOC 内で一貫した行動を取らなかったと、非難された。バッハは1994年7月から、ドイツ連邦共和国の外交旅券を所持している。バッハは IOC で、ドイツの特別な関心事を追求するために、 これを受け取ったが、これは IOC のメンバーには規約で禁止されている。その後、パスポートは何度か延長されている。ドイツ外務省はこれを事後的に正当化することができなかった。スポーツ当局者のパッドヒッキーに対する汚職捜査で、バッハはブラジル警察への承認喚問を拒否した。また、バッハは2016年パラリンピックにも姿を見せなかった。2020年、 ツイッターを通じて配信された東京2020オリンピックの予選を通過した選手たちが予選通過のままであることは明らかですという発言が批判された。バッハの決定はスポーツの公平性とはあまり関係のないグロテスクな状況を生み出しているとピーター・トレビングは書いている。これはすでに予選を通過した選手よりも2021年に著しく優れている。 可能性のある競技者に不利益を与えるためである。オリンピックの聖火ランナーを4度務めている。大会と場所は、それぞれ2004年、アテネオリンピック、ベルリン。2008年、北京オリンピック、北京。2010年、バンクーバー冬季オリンピック、バンクーバー。2012年、ロンドンオリンピック、ロンドン。2010年、シンガポールで開かれた第一回滝。 ユースオリンピック大会ではベルリンで聖火ランナーを務めた。ありがとうございます。